千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は根管治療で使うマイクロスコープとはどんなものかという質問にお答えいたしたいと思います。マイクロスコープというのはこの機械ですね。ここを覗きながらここに置いたものが拡大されて見えるというものですが、モニター、あちらのモニターに手が映ってるのは分かりますかね。このぐらい大きく見えます。これは一番低倍率です。今から高倍率まで持っていこうと思いますが、ここに歯の模型があります。このような模型ですね。これを見てみたいと思います。アップで見てもこのぐらいでしか見えませんが、マイクロで見るとこのように見えますかね。溝までしっかりと見えます。で、拡大を倍率を上げていくと、あのモニターに、このモニターに入っている歯が私の見てる視野です。ちょっと歯が邪魔になってますが、で、さらに上げるとこんな状態です。さらに上げるとこのぐらい大きく見えます。モニターからちょっと離れているので見づらいかもしれませんが、ここまでの大きさになります。なのでこの大きさ、指がこのぐらいで歯が1本、この大きさがモニター全部の大きさに私たちの目からは見えるような機械になっております。もしも覗いてみたいという方がいたら、あらかじめおっしゃっていただければ、ちょっとぐらいだったら覗くことは可能だと思いますので、もしも興味のある方は連絡ください。お待ちしております。